全国ご当地エネルギー協会の一緒に佐藤八右衛門さん代表幹事以下あの何名かの方です。で、デンマークを訪れて、でこれはあの実はあの勝手に行ったというよりデンマーク政府の招聘という形でですね招待されて行って、でこれはあの先ほどちょっと講師と会ってたんですが、3月に日本とデンマーク政府とで今後その戦略的パートナーシップ提携ということをお互いに合意をして、でそのプログラムであの SOG ステートオブクリーンという地名、デンマーク政府とデンマーク経団連、デンマーク風力発電協会、デンマーク農業者食料委員会といったところの官民共同の組織なんですが、そこであの今後、技術移転プログラムをやっていこうと、バイオマスとか地域ネス教育ですね、ということの今日はまあ最初の顔合わせであるとともに、そこのそれに合わせて実はあと今サムソンの総連浜線がちょっと講師と話し込んでもうすぐ準備しますが、あの環境省さんの方で3年前からスタートしているあの地域主導型エネルギーのあの一番中核にあるのがやはりその人材育成と場作りということで、サムソンエネルギーアカデミー、これはデンマークはあの、30年前から地域エネルギーあの事務所というものたちが非常に大きな成果を得ているわけですが、これもぜひあのその流れの中で協力関係を作っていこうという、目的 で今日のワークショップの前半はその、人材育成とか、場作りの協力を、もうすぐ戻ってくるその総連浜線と挨拶の、あの愛策の研究員の古谷さん、あのデンマークオールボー大学の博士課程でもうすぐ博士が取れるという2人で前半コーディネート進めながらあのディスカッションして、で後半は、デンマーク大使館の田中さんと私の方でその技術移転プログラムをこんなことを考えているっていうことのちょっとご説明を、して、でその後半1時間余りを進めていきたいというふうに考えています。で資料の方はあのお手元ですね、この日本デンマークコミュニティワークショップと書いた今日のプログラムと参加者名簿、それからですねの紙が1枚、それから前半の日本デンマークコミュニティワークショップのパワーポイントの白黒ですけれども本が、それからデンマーク技術移転プログラムのこの紙が1つ、あとこう皆さんの組織をとりあえず事前に出していただいた部分はこちらで束ねて、ジャパンコミュニティパワーアソシエーションアウトラインオブオーガニゼーションがあって、今日もしお持ちいただいたのがあれば、あの後でちょっと、こちら事務局に渡していただいたらまた配布をさせていただきます。で最後にあのその、デンマーク視察報告ということで、9月から10月の、視察報告、これはまあ、あのここまでにということで、お届けしようというふうになっています。ということで、少しは帰ってこないんだけど、始めちゃいましょうか。あ、じゃあまず、あのもしちょっとでもお伝えしたら、田中さんの方から。はい、こんにちは。デンマーク大使館で環境とエネルギー分野の商務官をしている田中泉と申します。今日はあのちょっと狭いなんかこの会議室の18人ぐらいのキャパを想定しているのでちょっと狭いと思うんですけれども、たくさんいい議論ができたらなと思っております。そうですね、ちょっと論理的なお話なんですけど、お手洗いなんですが、ドアを出て突き当たりが廊下になってますので左に行っていただいて、一番奥が、お手洗いになります。あとちょっと暑いので今エアコン下げてるんですが、もしあれでしたらお水とか飲んで、あの熱中症にならないかもしれないですけど、あの書いてくれますしいただけたらと思います。今日はよろしくお願いいたします。あ、お水がない人あればここにあります。窓は開いてもいい大丈夫ですか、開けちゃいけないから大丈夫みたいな、開くんだったらちょっと、あ、そうですね、若干うるさいのあるかもしれない。しかもどうやったっけ。すいません、あとすいません、あの大使館員でもう一人あの東支部の中島の石田のご質問させていただいております。よろしくお願いします。ちょっといいですか。
そうです、分けましょうか。あ、はい、まあ、始めておく時間はありましたけど、だから、古谷さん、先始めてて、いいじゃん。The shutdown will start, and if you want to hang up. No, you're good? Okay.はい、ということで、第1セッションということで、前半は、地域エネルギーアカデミーということを、テーマに、どうやってその、地域でやっていく上で人材育成だったり場作りっていうのが大事な割にあまり皆さんの注意が払われていないところがあって、でそれが、デンマークの参考となりとしてうまくできているところから、実は日本というのは、学んで今コミュニティパワーを盛り上げているところなんですけども、まあ最初に前半僕の方からその具体的に日本で、どういうことをやってきたのかっていう話、でどういう課題というかチャレンジがあるのかということを、少しお話しして、その後トーレの方で、そういうのを考える上で、ちょっと若干その、理論的というかコンセプトとしてどういうふうな考え方で、この場作りや実際にやっていけばいいかということを、お話しいただきます。なので、具体的なこととその理論的なことっていうのを往復しながらいろいろ話をしていきたいなと思います。で、日本の、取り組みをまず最初にご紹介するんですけれども、今日は北海道グリーンファンドの鈴木さんも来ていらっしゃるんですけれども、2001年に初めて、北海道で市民が出資して、風力発電というのがスタートして、でそれ以来、各地域にどんどん風車が広がっていきました。で、その経験を生かして長野県に出して太陽光発電もやりましたし、岡山県備前市でバイオマスにもチャレンジしましたし、富山では水力発電を、地域の主体が取り組むということもありました。で、その福島の事故以前は10年かけてこういうことをやってきていまして、で、福島の事故があってその後、人々の意識が変わり取り組む人たちがわっと増えてきた、ぐわっと増えてきて、環境省の支援というのもありながら、今こういった本当にいろんな地域で、自然エネルギーに取り組む人たちがどんどん増えてきています。で、デンマークに行った人たちも、こういう全体的な流れの中で自分たちの地域で適正化するようにして具体的なプロジェクトを作っているというところで、で、こういう人たちを支援することが、挨拶の仕事としてやっていまして、でその時にすごく大事にしているのはその基本的な知識を身につけるということと、実際に地域の人たちと集まって、場作りをやっていくということを大事にしています。で、環境省の、支援事業の中では、最初に、我々とかが、レクチャーをして、コミュニティの作り方、政策の重要性、事業計画の作り方、その資金調達の仕方ということを、基本的なことを、こういった形で科学で学びながら、やっていきました。でそれと並行して、その身につけた知識をどうやって現場で、実践していくかということも、我々支援していまして、協議会と言っているんですけれども、地域の人たちが集まって、どういうコンセプトで、どういうプロジェクトをやって、それでみんながどう納得していくのかというための場を作る。で一方で、それの材料となるアイデアやビジョンというのも地域の人たちと一緒にワークショップをやりながら、形にしていく。で協議会の風景というと、大体こんな感じになっていて、これは小田原ですね、市長が挨拶した地域の人がいたり、これは、モガノですね、これは多摩、これは長野という形で、それぞれの地域の人たちの中の、ステークホルダーというのが集まって、計画作り、議論をしていく。で、同時にワークショップもいろんなところでやっていて、これも小田原という調布で、これがその市民の人たちが、エネルギーについてどう考えるかっていう、どういう、事業主体であってほしいかみたいなことを、みんなで付箋を書いて貼ったりとか、こういうことをやって、往復運動しながらやっていくわけなんですけれども、ですごくありがちなものが、行政のスタッフがいて、市民がいて、であんまり共同がうまく最初はいかないんですよ。で、自然エネルギー、特にそのコミュニティパワーというのが、どういうものなのかというのは、あらかじめ皆さん経験がないのでわからないので、何をしていいのか、どうやっていいのかというのはわからないし、
まあ、日本の、市民社会というかその文化的な、癖としてどうしても行政や、まあ、中央政府とかに依存しがちというところがあって、でそういう中で、まあ、場作りをするんですけども、セミナーだったりワークショップをやって、皆さんが、顔を突き合わせながら手を動かしながら、それを具体化させていく、どういう未来の、イメージを持ってやっていくのかということを、まあ、何度も何度も繰り返してやってきました。でその結果、まあ、こうだんだん相互の理解というのが進んでいって、自分たちはこういう役割だからこれをやらなければいけないというのがだんだん分かってくるという、まあ、ある種の学習プロセスというのが、常にあります。でそういうのを経て、ようやくそのチームというのが出来上がるんですね。でこのチームがあった上で、具体的なプロジェクトが具体化していくというところがあります。でやはりどの地域でもうまくいくところは特に、まあ、リーダーというのがいて、その人がリーダーシップを発揮してそれを支える人が何層にも、組み上がっていくというところが非常に大事なものであるというのが今までの経験として分かってきています。でそういうチームができると、初めてこの全体の枠組みというのができて、例えば小田原だと太陽光をやるってことが結果的にはこう具体化したんですけども、それをやるもっと前の段階で実は地域の人が集まって話し合って、で誰がどういう責任を持ってその事業をやっていくのかっていう、主体が生まれる。でその上で、お金もそうですし、市民参加もそうですし、たちが具体化していくっていうのが、まあ我々がこの311前の10年と311後の数年で学んできた。じゃあどうやってこうやって、チームを作っていくのかというときに、まあ省庁の支援で、やっていくところは、先ほどセミナーみたいなことを、やっていくんですけども、でもやはりその311の後の意識の広がりというのは大きくて、個人でもやはりこういうことに取り組みたいという人たちがどんどん増えてきている中で、ICEPは、エネルギーアカデミーというのを、始めて、これまでに26人の、受講生が、プログラムを終了しています。でやっていることは、まあ、今までやってきたそのプログラムと同じような形で、まずは、まあ、座学でこういうふうに、基礎的な知識を学んで、でそれと並行してワークシートっていうのがあって、そこにじゃあ自分たちのビジョンとか自分たちの地域の状況はどうなのかとかっていうのを、まあ、手を動かしながら、無理やり具体化させていくっていうのを繰り返して、でまたそれをみんなで集まってディスカッションして、よりブラッシュアップしていくっていうような形でやってきております。で、本当にざっとですが、まあ、そういったその学びのプロセスとかエンパワーメントみたいなことが実は大事な割に、そこがすっ飛ばされていきなり授業を作るって話にいっちゃうんですけども、その前にやっぱりコミュニティっていうのを作るってことが非常に大事。じゃあそれを考える上で、まあ、いくつか僕の中で考える、まあ、ポイントというか、ポイントっていうのを、ここに挙げてあります。どのようにその地域の人たちが自分たちでやっていこうっていうふうなそのモチベーションを作るかっていうこと、これは外から与えられてやるものではないんですけども、中から勝手に出てくるかというとそうでもなくて、そういう場作りをしながら、徐々に自分たちで気づいていくことが大事なので、じゃあそういうのをどうやって支援していくのか、そのためのいろんな人が入ってくることでまたアイディアが広がってくるので、そのための参加の場ってどうやって作ったらいいのか、でさらに、まあ、そこで担っていく人たちの、能力、非常に専門的な知識も必要ですし、コミュニケーション能力も必要なんですけども、そういうのを、まあ、先輩たちと後輩たちでどうやってこう相互に学習していくのを作るのかということを、まあ残りのソーレンのプレゼンテーションなどでまた、皆さんといろいろ考えてディスカッションしていきたいんですけども、まあ、こういうことをちょっと頭の中に置きながら、次ソーレンから、まあ、デンマークの経験でいろんなネットワークから得た知識を踏まえて、でこういったことをどうやって考えているのかというのをちょっと、話してもらいたいと思います。Yeah.
So you say that the overall reason for making this exercise is maybe to relearn the processes of local decision making. So it's not only energy we're talking about here. It's a holistic point of view for the local community. And if we don't address all these issues, one day one of these issues will be the next problem. In this what you call exercise, where we try to make a wider platform for development, we need to find a way to discuss this. So the combination of cultural development follows the economical and environmental development. And it means that we cannot only rely on market conditions. So it's not the market that sets the price for development, but it's a society that kind of that decides what is important for this community. So one of the trainings here and one of the exchanges is that we need to investigate how we, before industry, how we organized, how we socialized, and how we actually were responsible locally. Before we invented bureaucracy and kind of started paying tax, we needed to take care of everything that happened in our own community and make that work. So all these, I don't have to read this, but this is all about interacting between different players in the development. And the last one, have household security needs and are all vulnerable to a variety of hazard events ranging from everyday issues to last disaster events. I mean, this is what brings us together, the burning platform. Why should we do this? Well, this is because this is concerning the local daily life. So if someone or somebody is opposition towards wind power and does not like wind power, it's not necessarily because they don't like wind power, but because there's some bigger issues that is kind of shading for the discussion about wind power, because we haven't solved other problems before, and so then we can't make a decision about wind power. And the other thing we need to learn about, apart from the energy, is also how society works. So when we have a project idea, and we want to realize that, then we need to use time in the Energy Academy to learn what the project is about. But then afterwards we need to learn who is then the players in this, what do we expect from the government according to rules and regulations and laws, and what is the role of community in the project development, and what is the role of the activists and the NGOs. So I think if we talk about transformation, Then we need to address all these things here. I mean, all the red stuff here, this is issues we could set up as meeting points for an exchange of know-how. So, I mean, you can also read these ones, but I think what some of the important is finding common ground between bottom-up and top-down approaches. And then we need to make strategies that empower not only the community, but also the individual, the private sector, the state, and the household. So when this being said, we are close to the area we're talking about in the cooperation between Denmark and Japan. So to make a sustainable development plan, this is issues and bullet points I think we can agree on. So I'm the most strongly supporter of a cooperation, because I think you have a strategic platform here where you're very good in planning and structures. And in Denmark, are we very, very good in policy and corporate ownership. Yes. And if we can bring these two things together in kind of an expanded Energy Academy strategy, yeah, then I think we have something going here. And I think I'll leave it for now to the further discussion about what the purpose of this project is and how we can get on with it. And I can only say, just as a final remark, I can only say that the visit I've had recently, the last week, in Akato and in Aso and other places, is that we are so similar in many ways that we should be much more active in the process here. But for some reason, there's some kind of top-down things that is shaping, making it impossible for us to do things as we want to do it. So we have maybe 1.5 years before we can start making green energy purchasing in a PAL system. So the people can take over the decentralized structure. Thank you.
応あの話題提供として最初我々の方からこれだけ、するんですけれども、ここから一応フロアにオープンしてそのデンマークと日本で、資源エネルギーを、作り出すこともそうですしそれを選んでいくということもそうなんですけれども、そのどうやってそういうのを自分たちでやっていく土壌を作れるかということをまあ、ぜひ皆さんと、ディスカッションしていきたいんですけども、今までの話でなんかコメントとか聞きたいこととかっていうのがあれば、まずあの最初にちょっと手を挙げてもらえればいいかなと思います。はい、今のお話聞いて、いろいろ地方を回られてね、今回あのよく似た課題があってブレイクスルーをしてないような印象を受けられたということだったんですが、それは、何が原因で、あのやる気のある人たちがいるにもかかわらず、熱心にやってるにもかかわらず、地域であのエネルギーの取り組みがあのうまくいっていないのかと感じられるのかを、こうあの感想を教えていただけたらと。I thought you asked. Yeah. I think that you still need a change in policy to make it work. I think it's a policy that is kind of fading and the monopoly of the energy system, because there's not a real interest in making this change. So as long as there's not a top-down interest in making these things, we don't have a kind of a green policy in Japan. Then it is too complicated for local communities to take over this project because somebody else is running the business. Yeah. So in other words, I mean, you need a consistent green policy, kind of a long-term framework where you can start planning step by step and trust that the government will support you, not just for 1 or 2 years, but for like 10 years. It has to be long-term planning, otherwise nobody locally will invest their money in projects if it changes again next year. Yeah, because I think that the local people and the local communities, they have the same interest in this change also for sustainable development in jobs and economy and development in general as in Denmark. This is very similar. But so I think the difference has to be found in the top-down bureaucracy and the political system. Thank you. どうでしょう、他にもあれば。もしなければその政策に関わる人たちからちょっとリプライを頂ければいいかな。環境省から今日はあの何人かの方にはいつもお世話になっております、環境省環境計画課の吉野と申します。声が小さいので話をさせていただくと、長期的な政策としては、あの環境省が再生可能エネルギーは地域で今後普及させていくべきだし、あの普及をあの進めるべきだということで取り組んでおります。でそれはあの 3.11 の後はもちろん皆さんあの取り組む方が増えてきたわけですけれども、今あの、エネルギーの政策がどうなるかというところがまだよくわからない中で迷われていることがたくさんあると思います。それについてもあの今後、政府としてあのきちんと方針を示すことは非常に大切だと思っております。今あの例えば国土の計画というのも今見直しの時期に入っているんですが、その国土の計画の中でもあの、まあ、非常にその災害がここその戦後の経済成長の時に災害がない時期が続いたので、非常に何て言うんですかね、あの海岸部におけるその大きなその発電所で発電をしてあの供給するというパターンが成り立つという時期が非常に長く続いてきたけれども、あのなかなか今後その日本 その自然の環境の状況を考えると難しいということが今あの国土計画の中に盛り込まれかけております。要はあの国の国土を今後どうしていくかという計画の中で、今までの、あのエネルギー政策があのこのままではあの持続しないということがあの本気で議論されるようなあのそんな状態になっております。あの電気 の供給のシステムがいつ遺跡に変わるというのは非常に難しいところですが、ね、自由化に向けて経済産業省の方でいろいろ検討を進めているところです。そういう意味ではあの20年、30年という長いスパンの中で
この地域でエネルギーを作って地域で使うという流れが変わるということはないと思っておりますし、スピードが速くなったりゆっくりになったりいろんなことあると思いますが、着実にそちらの方に向けて進んでいくというふうに考えて今進めているところです。じゃあ、まあ、そういう、政策への信頼が必要ですし、省庁の側も、まあ、そこに、向けて動き始めているというところなんですけども、そこで、まあ実際にその地域で取り組んでいる中で、まあ、多分いろんな壁にぶつかっていると思うんですけども、そこでそのどうやってその、みんなが集まる場というか、集まっていくかというのを理解を進めていくかというところで。井上さんになんかこう今までの経験でこういうコツがあるんじゃないかみたいな。こんにちは、兵庫県の宝塚から来ております、私たちのやり方は少々変わってます。うちの、市長、首長ですけれども脱原発を前面に押し出してやってて、でそのなかなか他の自治体がそれに呼応してくれないというので彼女自身は非常に悶々とした気持ちで今も言ってるんですけれども、でそれで、まあ、新エネルギー推進活動ができました。しかし最初にその古谷さんの説明にあったように、我々は市民団体であって彼らは行政でうまくいかないっていうのはもうそのまんまなんですけれども、ここのところ、農水省の事業とかに出ますと各地の方の声を聞くとまさしくそこの部分で皆さんがうまくいかないと言われています。で履き違えてるんじゃないかなと私自身が思ってきたのが、市民は市民のスタンスを守りながら、行政に行政が動きやすい形の提案をする。だから今までと逆のパターンに私たちは切り替えています。行政にこれをやれと言って跳ね返される、これはもう今まで死ぬほど経験してきてますので、そうでない方法、一つの窓が開けば行政っていうのはパッと開いたりするものなので、そこの部分を見逃さないことで、やり方をいっぱい持ってるのは実は市民である。でこれはデンマークに行った時にも、一番いいなと思って羨ましいなと思ったのは21箇所全国にある相談窓口、私は今それになりたいと思っています。で実は今市の方から委託事業で受けています、相談業務として。で、こういったものが各地に再生可能エネルギーの相談、どんな相談でもいいから気軽に相談できるところができれば、で皆さんがそういう地域地域でやってくだされば横つながりがおのずとできていって、地域地域の違いもそしてその困っていることも共有していけるんじゃないかなと思っています。でこういったことが本当に、ボトムアップとずっと私たちの市の中では言われてきました。自分たちの力でやっぱりそのいろんなところに頼りすぎないということ、私たちは私たちの足で立ってきちんと事業を行っていくんだっていう気概を我々自身が持つこともすごく大事じゃないかと今は感じています。どうでしょう、なんか今の話に付け加えて実際取り組む側としてなんかいろんな視点が多分あると思うんですけども、行政側もそうですし事業をやる側もそうですし、どれもなんか喋ることもいいと思います。You have to remember that you are in the Danish embassy and here you can say everything. ちょっと聞きたいんですけど、デンマーク、まあ、日本では、環境省のエネルギーのいろんな支援があったり、農水省があったり、経産省や、まあ、それぞれの省がこの自然エネルギー事業にはいろんなこうサポートをしている、まあ逆に言えばバラバラにやってるっていうようなところもあるんですが、デンマークはどういう状況なんでしょうか。We also have our problems in Denmark.
meaning that it is not always consistent. We had a long period in the 90s and up to 2002 where we had a very progressive green policy, where a lot of the wind projects started and a lot of the biomass started, because we wanted to stop having centralized energy production and have decentralized combined heat and power using a combination of biomass and solar and biogas and all kinds of things in additional decentralized structures. That was very much supported by the government. So part of the tax system was kind of directly monitored or directly meant for green investments afterwards. Mm-hmm. The Green Fund was investing in new structures. We had the open area district heating fund where organizations, municipalities, local municipalities who wanted to establish a combined heat and power system, they could get funding from the government to get started, like initial funding seed money for this also. And we had the feed-in tariff and many other structures that helped the process of developing new infrastructure in Denmark. So after like 10-15 years of green development in 2002, we had a conservative government that almost stopped the green funding. But the reason why everything didn't stop completely at that time was because we in the Danish policy agreements, we have like a broad coalition of all parties agreeing on the energy bill for the next years. And you can say maybe there's also a slight difference in the industry interest in the green policy. Mm-hmm. In Denmark, we have the big manufacturers like Vestas and Siemens and Danfoss and all the big companies. They actually have a very good business out of green innovation and green development. So they put quite a big pressure on the conservative government to continue to have a positive policy for green development. And the last thing I can say is that I think we also continue to have targets for CO2 emissions cut downs and for renewable energy in the system, like the 50% wind power by 2020. That's a very ambitious program where the state, the government is also feeding into this by buying and establishing some of the bigger wind projects offshore. So they're making huge investments in the infrastructure. そういう意味では長期的なその政策の見通しがある中で、グリーン企業が育っていってそれがある意味政治的な力になっているというのがデンマークの現実というところがあって、それはやっぱり我々もその歴史的経過というのを日本としても学んでいくことが多分大事かなと思っていて、で会津電力だったり徳島地域エネルギーだったり宝田炭火発電がすごい大きな企業になって、プレッシャーをかけられるようになったらいいなということを僕は思ってはいるんですけども、でそういう意味ではその企業としがどうやってこう活動を大きくしていくかというところは多分一つ大きなポイントかなというふうに思うんですけども、そこでちょっとそのデンマーク大使館中島さんはその、デンマークの企業とかと、まあ、日本をつなぐというお仕事をされているんですけども、そういう点からちょっとなんかこうコメントというか思うところとかあればどういうふうな学習ができるかなみたいなことをちょっといただければと思います。ご紹介いただきましたデンマーク大使館の中島です。私はこの庶務官の泉とです、ね、田中さんとですね、反対方向の日本の企業様がデンマークに来ていただいてビジネスをこう拡大するという支援をさせていただいているんですけども、狙いがいくつかありまして、ただ単に日本の企業様にこうデンマークでこう投資活動して収益を上げてもらうということではなくて、そのやはり硬直した日本の社会の中で大企業の占める役割非常に大きいですよね。やはりそこと政府機能と全部をやはりこう組み替えていかないと、こういうのって入っていかないんですね。ですので、その大手企業にデンマークに来ている、特にスマートシティだとか福祉とかそういうことをこうソリューションを作るために、実はですね、硬直した日本の企業がデンマーク流のその柔軟なその社会のコミュニティとどうやって連携をして、人々の意見を汲み取りながらソリューションを作っていくというプロセスを取らないと、もはやスマートシティで受注できないんですね。でそこの領域に、シーメンスとか IBM とか欧米企業も気がつきつつあるわけです。ですからちょっと少しこう時間がかかりますけども、私どもとしてはなるべく多くの日本企業様にそのデンマーク流というか、別にデンマーク流というわけではないんですが、これから その都市が直面する課題をどうやって企業と支援するかというのをこう、経験をしていただくというアプローチをしておりまして、だいぶ変わりつつあるんです。今年はですね、
日立さんが先月そのビッグデスマートシティ向けのビッグデータセンターをデンマークに作っていくことを決めていただいて、それから NTT データさん、それから三菱重工さん、それからキャノンさんがもうそういう活動をし始めてますので、我々としてはそのこれからの都市設計をするためにはもう大企業の理論で押し付けるのではなく、なるべくそのコミュニティに参画をして、それを汲み取ったアプローチをしないと取れませんよ。でそれが、引いては日本に帰ってきたときに本当にその、大企業の理論だけではなくて市民と連携した、本当に人々に役に立つ、みんながこう幸せなようなソリューションを作れるはずだという動きをしています。でもう一つありまして、でこれは多分今日のテーマに直接は関係ないんですけど、その中長期のビジョンでいうと大切なのは教育なんですよね。で特に今のそのもう大学生以上では遅くて、小学生ぐらいの人たちからその環境教育とかその環境知性を養うような教育をずっとしていかないと、やっぱり30年後のコミュニティはないので、今そこをやるべくいろんな大手企業と動いています。でデンマークの場合はその環境姿勢を整えるためにその、まあ、日本では最近デザイン思考なんていう言葉ありますけど、それと似たような教育システムもあるわけですよね。小学生からそれをやっているので、それを今企業の人々と連携をして、そういうコミュニティ同士のデンマークと日本との連携だとか、少しでもそのデンマークの知恵を日本に持ってきて、日本の地域の小学生とかそういう人たちにそういう活動ができるような システム作りをできないかなということで、今実は富士通さんとも社団法人を作ろうかだとかいう話をして、今週も打ち合わせをするんですけど、そういった形でその一方方向だけではなくって、デンマークから学びながらなおかつ日本の企業とかいろんな人たちにそういう経験をデンマークに行って、それをまた日本に逆輸入してもらう。そうすると皆様がこう活動するときに、いろんな大企業と連携するときにも、そういう人たちが一人二人でも増えてくるとすごくやりやすくなると思うんですね。そんな形を田中とも一緒に連携をしてやってますので、またそういろんな、最新動向だとか、どういう企業が何をしているっていうのは田中経由で、あるいは飯田さん経由でフィードバックさせていただきますので、逆にそういうのをうまく使っていただきながら、例えば日立さんがこう参画するんですが、いや日立さんもデンマークでやってるじゃないですか、その経験をこの、コミュニティでも持ってきてくださいというふうに投げかけていただくとすごくやりやすいと思いますね。でこの日立さんのプロジェクトももう副社長社長コミットのプロジェクトなので、すごくこれからやりやすくなるとは思っています。まあ、そんな感じでよろしいでしょうか。はい、すいません、もう一つだけ、いっぱい喋って申し訳ないんですけど、決定的にデンマークと行ってみて違ったのが熱だと思ったんです。ですごくボイラーの性能も日本がすごく遅れているというような気持ちがありましたし、でゴミをですね、日本はほとんど熱利用せずにトライするのがいつも発電になってしまうということと、日本は熱利用が非常に遅れているという、その2つでですね、非常に熱の部分がもったいないなというような気持ちがするんですけども、行政側さんにもなぜ熱量が進まないのかということをお聞きしたいですし、でボイラーもなぜ日本はこんなに性能が悪いのかというようなこととが、なぜ熱供給というトライがほとんど政策の中でなされないのかというところを合わせて、ちょっとデンマークはなぜ進んだのかを含めて素朴な疑問なんですが、どなたかお答えいただけたらと思います。まあ、後半のセッションです、はい、本当ちょっと議論したかったのは、ちょっと多分佐藤彌乃さんのところも教育普及的な施設を作りたいという話もあるし、豊岡さんのところも地域エネルギーセンターみたいなことをやっていきたい。で小形村もエネルギーやるだけじゃなくて、それを今度みんなが学べるような方法というのを皆さんこうデンマークの取り組みに学びつつ、そのものを作るだけじゃなくて参加をし、さらに人材育成をしていくようなことを施行されていて、で、環境省のところも概算要求からする方向性も提供しておられますし、そのあたりのプログラムをぜひデンマークとなんか共同プログラムをどういうふうにしていったら具体的に進めれるのかなというあたり、少し話せるといいかなということで、はい、私は愛知電力の佐藤です。福島
島県の会津地方、特に南会津、奥会津はですね、会津地方で17の市町村があるんです。若松市、北方市、西市ですね、あとその他の町村。でそのほとんどは町や村が森林面積がもう 95% 以上というところですね。で実は、奥の方に行くと国有林があって、白樺が村があったりというところがありますが、ほとんどはその木が切られない、切られない理由はあるんですが、その所有者がなかなかこう分けにくい、それから様々な理由があって、その山の木を自伐ができない、土門が入ったり、様々な理由で切れない。で、それをですね、ある程度制度的に、やらないと、資源があるんだけど、生かされないっていうままなんですよ。ここをどうするかっていうのが一つ。で、これが一つ片方で、デンマークの場合やオーストラリアの場合、行ってみてくると、それなりの方があるんですが、日本の場合は、原因がはっきりしてるんだけど、それを上からっていうか、国も含めてですね、動かさないっていう、その辺のプログラムを一つ作らなきゃならないと。それはもうぜひ学ぶだけじゃなくて、作るんだっていう方向でですね、日本のシステムを、これはもう、現状の方でも十分、大きなことを、それから山の木を回したときにですね、もう一つは、一番見事なのはデザインのところですね、その生態材にして、それからCLT もこれを使用する、こういう木工品ですね、デザイン、木工品、かつては日本も相当あったんですが、ただ職人の技によってですね、大量とかある程度その大量に作り出すね。で、こういう木工品は北欧の方ではですね、非常にデザイナブルで、とても素敵ですから、こういうものをもっとシンプルなものをもっともっとこう作り出すようになったんですよ。で、チップとあと、ペレットですね。これに関しては、まだまだペレットストーブが、一部の業者がやっておりますけど、まだまだ性能上がらないんです。そういうものを取り入れてますが、もっとこう、これは性能が良くなるということです。その辺を回すとですね、この地域が全く化石燃料なしで、全くに電気とそれから熱利用で取り出せるわけです。買わなくていいってことですね。ここはね、やっぱり早くは地方がこれを導入しないと、どこかの誰かが言ってるように町村が消えてなくなるなんて、バカなことを言わしておく必要はないんですよ。はい、だから、そのプログラムを出巻に今回ぜひ学んで、このくらいの山でこのくらいに切って、このくらいの熱量が取れて、このくらいの家庭に供給ができて、資材はこういうこの加工価値はこれだけ取れるというところですね。で、CLT も早く進めてもらえないと、一番初めてそのスピードが遅いですよね。だからスピードに対して、ね、煽ってもらってですね、いや本当にこれ大変なことです。山が腐り始めてますから、災害を起こしてですね、鳥獣被害が出てるわけです。これはやっぱり監督してる。それから水の問題もありますが、これは止まりとして、そこにですね、使ってもらってですね。飯田さんがいいですか、飯田さんがおっしゃったように、はい、教育とかね、そういうシステムの部分なんですが、地域にですね、私どもも環境省から補助金いただいて、地域エネルギー事務所のようなものを作ろうとしたわけですし、こうやっていろんな地域でそういう種が生まれかけているのでですね、そういうことを相談できたり、デンマークとの情報を共有できたりというようなアドバイス機構のようなものを、で人の応援をしていただけたら、愛知電力さんとかいろいろストラクチャーはいるわけですから、でデンマークにそこに技術が入れば、かなり速いスピードで地域にエネルギーのそういう普及が進むのではないかというふうに思いますが、それは飯田さんいかがですか。技術トランスファーの話のようなイノベーションのものは後半ですけど、今、豊岡さんのご質問のようなものを、例えばサムソンエネルギーアカデミーは、絶えず、社会イノベーションというかですね、そういうもののフロントラインを、ソーレンとそのチームは走ってきた。で、それをこうお互いネットワークしながら、このキープアップしていくっていうかですね、そういうネットワーキングができるといいんじゃないかと思って、
ソ連に少しそういう視点からちょっとコメントしてもらっているんですが、このネットワークを活用しながら、ソ連エネルギーアカデミーのような社会的イノベーティブなこう空間場が徳島や会津や大潟村や北海道や高山やというふうに広がっているといいと思いますが、どういうふうにそれを聞いて、それはどういう質問とか。I don't know if I'm supposed to give you advice, but I think that I think it's been a good process in Denmark when we started having kind of a balanced cooperation between the NGOs and the local and the kind of top-down government public entities. When they started talking together, there was a lot more progress in Denmark and a lot more activity in a kind of a wider perspective. So the education program was actually a government-initiated program that allowed energy and environment offices, what we now call the Energy Academy, but at that time it was called the Energy and Environment Offices, to kind of grow up everywhere in Denmark. I think we had 25 energy and environment offices in local communities in Denmark. So the government paid for, I think, usually for one staff, one full-time staff, and some rent, so they could have a facility to work from. But it was still an independent central unit, like I said. In Denmark, it was called OVE, yeah. Organization for Renewable Energy. They were the what call it, the keyholder or the central organization. They called all the staff from the energy and environment offices to kind of central meetings where we talked about education and we upgraded capacity with the staff to be able to inform the local citizens about possibilities in energy policy, financing, establishment on, and even power development, all kinds of issues. I think the advances with the YTD worked two ways. One was that the local people had a much easier access to information from government and from policy. That was reason number one. But the other one was actually also the other way around. That it was easier for government to know what was happening everywhere in Denmark because there was an open information structure. And then you say the last thing was that this employee, this staff, could then be the middleman from the project to the citizens. Because sometimes, I mean, who will do the paperwork and the application and the proposal and all these sort of things? Nobody locally have time to do that, and not even the resources or maybe the capacity and the skills. So somebody need to do that, and it cannot be a private entity because they want to make money out of it, and it cannot be a public entity because they are kind of influenced by bureaucracy and policy. So it has to be an independent entity, kind of NGO, in the middle of this. まあ、いくつかそのアイディアというのが出てきたと思いますので、今後これをフォローアップしていきたいなと思います。ということで、テチョンワークで使用していただき、休憩に入ります。後半、その中身でどんなことをやるかを私がご説明します。
して、まあ、議論も若干したいと思うんですけど、せっかく皆さん来ていただいたので、風俗というか、せっかく資料を出していただいたから、どこの地域でどんなことを今やろうとしているというのをちょっと一通りお話もしていただこうと思っております。ということで、はい、改めまして、デンマーク大使館の田中と申します。よろしくお願いいたします。ソ連の方から結構、ボトムアップの話が多く聞いていると思うんですけれども、私もどちらかというとトップダウン、政府が何をしているのかとか、政府が今の政策を打ち出すにあたって、どういうふうに至ったのかというのを、ちょっとお話させていただきたいと思います。でまず今デンマークのエネルギー政策というのがどこから始まったかというと、1973年、74年のオイルショックの時に始まりました。で当時はまだ天然ガスも、デンマークで出ていなかったので 99% 中東の石油等の輸入に依存していました。そして化石燃料による大気汚染というのも感じられるようになっていましたし、かつ、国民の環境意識というのも強くなってきました。日本も同じですね。オイルショックの時にいろいろ経験してるんですけれども、やはりデンマークにとってもエネルギーシステムの転換という意味でとても大きなイベントでありました。で今の今日表敬訪問を3時から来ていただいた方もいらっしゃって、あとはソ連の話の中にもいくつかキーワードが出てきたのでちょっと覚えておいていただけたらなと思います。1つは柔軟性ですね、フレクシビリティというのが1つキーワードです。あとクリエイティブ、これはちょっと講師の表敬にいらっしゃらなかったのを聞いていらっしゃらないかもしれないんですが、デンマークはグリーンであってかつクリエイティブな国家を目指しております。クリエイティブという言葉も一つのキーポイントとなります。で最初最後に、ソ連の方からもありましたが、長期的な視野を持った政策展開、長期的な視野を持った事業展開などというのが、その3つのキーワードを少し覚えておいていただけたらと思います。でまずよくこのグラフってご覧になったことがあるかと思うんですけども、パープルのラインが GDP ですね、経済成長で、赤のラインがエネルギーの消費量で、緑のラインが CO2 排出量になります。でここから2つ言えることがあるんですけれども、1つは経済成長とともにエネルギーの消費量っていうのは一緒に増えなかった、それのディカプリング、それが、経済成長と、エネルギー消費量のディカプリングが1つできていること。これグラフ1990年を1とした時に2012年が今どこにあるかというグラフになります。もう一つ言えることが、エネルギー消費量とより CO2 排出量の減りが早いということ、それどういう意味かというと、エネルギーの質も、より環境に、負荷がかからないエネルギーにエネルギーシステムに転換することができているということが言えます。でこれができている国というのはあまり多くないんですね。日本はどうなんでしょうね。 で、できてないのが確実なんですけど、どんなグラフになるかそうですね、大抵そうですね。この GDP が増えたら経済活動が活発になったら増えるっていうのがもうなんか言い訳のようになっているんですが、それが必ずしもそうでもないし、かつそのエネルギーの質っていうのも変えていけるってことです。でもちろんどういうふうにこれを実現できたのかっていうのは、もちろんソ連とか その地域でのコミュニティでの活動というのはとても重要なんですけれども、そのコミュニティの活動でさえ、ソ連のところのような今のモデル事業でさえ、最初は国からのトップダウンの、政策っていうのがありました。でソ連の話を何回か聞いてらっしゃる方はいたと思うんですけども、96年に政府が、CO2 フリーの島っていうかね、そういう、トップダウンの政策を打ち出したっていうので、もちろんそのボトムアップも大切なんですけれども、トップダウンの政策があるからボトムアップができる、どっちが先かっていうのもあるかもしれませんが、重要な要素であることは確実です。でこれ中島が作った資料なんですけど使わせていただいております。いろいろ重要な点はあるんですけど、もちろん73年にオイルショックがあって、例えば85年に原子力発電に依存しない公共エネルギー計画、これはもう日本は今2015年ですかね、でまだこれを打ち出せないところですが、打ち出すか打ち出せないかの議論もできてないところなんですけれども、それを85年に行って、で2011年には、2050年には化石燃料を使わない社会を目指すという
政策を打ち出しております。まあ、政策というか、まあ、あの戦略ですね、ビジョンです。それが2011年なんですけれども、2012年にはもう一つ重要なことが起こりました。それが、ニューデイネシエナジーアグリーメントというのなんですけれども、2050年までに化石燃料から独立、これは2011年の、エナジーストラテジーを受けてのお話なんですけれども、あと既存の建物のエネルギー消費量を5割削減、また2030年までに石炭利用を中止というところですね。これが一つのキーワードの、覚えておいてくださいねといったキーワードの一つ、まあ、長期的な視野を持った政策が出している。でこれもソ連 の、 プレゼンの中にあったんですけども、与野党の国会議員9割以上からこの支持は得ているので、これはどういうことかというと、例えば与野党がひっくり返ってもこの考え方は、継続されるというのは、まあ、事業家としてもそうですし、自治体としてもそうですし、まあ、生活者としても、まあ、こういう、継続的な、政策が展開されるというのは、分かりやすいことだと思います。あ、もし質問がありましたらいつでもストップしてください。ちょっとすいません、なんか変になっちゃってますね。で、2050年に化石燃料から、ね、の依存を脱却するっていうのが目標とお伝えしましたが、実は2020年までの目標値は作っています。でここで2つ目の、キーワードの柔軟性というところなんですけれども、なぜ2020年までしか作ってないのかといいますと、やはりその後はいろいろ技術革新があって、それ、まあ、別に目標を立ててもいいんですけれども、もう数値目標を立ててもいいんですけど、きっと変わっていくだろうということで、まずはその2020年までの目標値というものが設けられました。やはり政策というのはもちろん長期ビジョンを見せるべきなんですけれども、あまりにもガチガチにしてしまうと、まあまあ、クリエイティビティにもつながるかもしれないんですけども、そういうのが、そういう機会がなくなってしまうということで、今は2020年の目標値ということで、あります。でそれらの目標値というのが、最小エネルギー消費量の約 35% を再生可能エネルギー、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれない、最終エネルギー消費量なので電力だけじゃないですね。で後から出てきますが、電力はもうすでに4割ぐらい、再生可能エネルギーが入ってるんですけれども、やっぱりこの部分ですね、車とか自家用車とかが多い、運輸部門ですね、これはもう2010年も2020年もほとんど下がってません。で多分酸素灯でもこの部分が難しいところです。自家用車が難しいところで、まあ、酸素灯だけじゃなくて日本でもそうですけれども、こんだけ頑張ってるデンマークでもそうですというのは、日本と共有できる、問題点だと思います。で、まあね、電力の5割を風力発電、もう 40%、30% ですね、30%入ってるので、まあ、難しい目標ではないです。で最終エネルギー消費量 7.5% 削減、再生可能エネルギーも必要ですけれども、もちろんその消費量を下げるというのも重要です。で温暖化ガスの排出量の削減 34% というのも重要な目標の一つです。で今少しお話ししましたが、電源構成ですね、これはでも電力をどういうふうに作っていくか、この 41% の風力足す太陽光と、一応水力も入ってるんですけど、あんまりないので、まあ、ほぼ風力と考えていただいてよろしいかと思います。で意外と石炭が多いです、電力でも。でここが 14% 廃棄物バイオマス、バイオガスが 14% 入っています。あとデンマークは皆さんご存知かだと思いますが、天然ガスが出るので、やはり国内消費っていうのもまだ残っています。で原子力、デンマークにはここにありますが、原子力発電所はないんですけれども、どうしてもエネルギーを輸入する時があるんですね。で例えばお隣の国スウェーデンから買ったら、必ずスウェーデンの、電源構成約4割が原子力なので、まあ、それはもうしょうがないですね、輸入輸出をしているので。そういう意味で原子力が入っていて、石油も少し弱気ですけれども、まだ残っています。Actually, we are establishing a filter in Germany and Sweden where we will take away the nuclear electrons. で、これが最終エネルギー消費量なので、まあ、自動用車の石油とかも含めてになります。で、こう見ていただくと、結構突発燃料が37+19+19、結構割合を占めているっていうのも、これもやはり現状です。もちろん電源構成を見ると、あすごいねって、ここで 50% 超えてるけれども、やはりその
社会全体を見たら、やはり電源構成だけではなくて、こういう最終エネルギー消費量って中に枯渇燃料が多いっていうのも、まだデンマークでもそれがチャレンジとして残っております。で、この再生可能エネルギー部分ですね、そして自然エネルギーって書いてるのもちょっとあれですが、その部分でなんですけれども、まあ、風力、これはほとんどというか、まあ、電力、電源としてですね。で、バイオマス 72% で、これは必ずしもまたエネルギーなので、必ずしもで電気ではなくて、まあ、例えば熱ですね。今伊藤さんも先ほどお話がありましたが、この後もう少し熱に関してお話させていただきたいと思いますが、そのバイオマスの多くは熱に使われています。で、ここから少しバイオマスに絞って、多分バイオマスにもご興味ある方が多いので絞ってお話しさせていただきますけれども、これはデイニッシュアグリコーチャー&フードカウンセルって言って、ここからレクチャーを受けた時に日本では何だろうっていうふうに話して、でもここの組織は、農家がメンバーになっているので、まあ、農協なのかなっていう結論に至ったんですね。ですが、とてもイノベーティブな考えをしているというか、もちろんちょっとこれデンマーク語と英語が混ざっててあれなんですけども、太陽の光を受けて、こうバイオマスだから、その、まあ、食料とか木とか、まあ、あれですね、生物体っていいましょうか、が育って、まあもちろんこの多分農協としては食べ物を作ったりとか、材料を作ったりとか、飼料を作ったりとかいうのが当たり前のとこだと思うんですけれども、それだけじゃなくてエネルギーを作るっていうのも、この活動の中の重要な部分だっていうのはこの図は表しています。で、それが日本でいう農協みたいな、組織が、それを打ち出しています。で、それはなぜかというと、デンマークはご存知の通り農業立国なんですけれども、今まで通りにここだけを生産してたら、今後が農家の今後はないというふうに考えていて、やはり収入源の多様化というところからもエネルギーというのがとても重視されています。で、日本でバイオマスの活用というと、まあ、日本でというかバイオマスの活用にあたって出口というのはいくつかあると思うんですけれども、まあ、例えばそのバイオガスにしたり、あと熱供給したり、あとまあちょっと難しいですけどバイオエタノール等のバイオ燃料ですねっていうのがあると思うんですが、その出口の一つとしてバイオガスに関しては、2009年のグリーンローズプランですね、緑の成長戦略っていうの中に、まあ、こういうふうにバイオガスを使っていこうっていう、戦略がちゃんと組み込まれています。例えばそうですね、日本ではすごい難しいのがバイオガスを天然ガス網に入れていくっていうのが、まあ、ほぼ今不可能ですね。まあ、もちろん天然ガスの、まあ、ガス網っていうのは電力網ほど発達してないですけれども、まあ、発達しているところでもなかなかバイオガスを入れるっていうのは難しいんですが、まあ、この政府として公平にバイオガスにもちゃんと、その電力、ごめんなさい、電力のガス網の中にアクセス権を与えるっていうのをちゃんと政府がこうしていくというふうに、打ち出しています。で、もう一つ の出口としてはバイオマスを熱として利用するというところだと思います。で、デンマークは1900年ですねに、廃棄物問題に対応するためにそれを燃やして自治体の施設の暖房に使おうというところが、第一弾でした。で、そこから始まって、まあ、結構これはだから特殊な事例だったんでしょうね。70年、80年か経ってやっと熱供給法っていうのが成立できて、その後費用対効果に基づいたゾーニングとかも行っています。で、現在では、全土の熱需要の全体の5割を熱供給で、賄っていまして、で、家庭用需要に関しては 63% を地域熱供給でカバーしています。で、コペンハーゲンに関しては 98%、まあ、東京に比べて人口密度はだいぶ低いですけれども、やはりコペンハーゲンが一番人口密度が高いデンマークのところですので、まあ、そういうところでは熱供給がすごくうまくいっているというのがこれから見れることです。で、熱供給ですが、必ずしも 100% バイオマスではないです。先ほどもお伝えしましたけれども、やはりデンマークは国内で天然ガスが取れるということで、それをちゃんとうまいこと使うというのも重要な
政策の中でありますので、例えばあと廃棄物ですね、廃棄物を使ったり、まあ、バイオマス、あの廃棄物以外のバイオマスを使ったり、あとうまいこと天然ガス、例えば天然ガスはその調整分で使ったりなど、あのいろいろしています。ちょっとここを話すとすごい、あのすごい面白かったんで、すごい話したいんですけど、すごく長くなるので、またあの他の機会にお話しさせていただければと思います。でここで3つ目のキーワードのクリエイティブってところをご紹介できたらなと思うんですけど、すいません、ちょっと見にくいんですけれども、これはとある熱供給網です。まあ、厳密に言うとコジェネの熱供、コジェネの、コジェネプラントが、コジェネプラントがあって、まあ、コジェネなので電力が出て熱が出てっていうのプラントの図なんですけれども、それにちょっと私がこういうふうに足したんですけれども、こういう熱の供給網があるとやっぱクリエイティブな考えが働いて、あなら工業の工場の排熱も入れちゃえ、廃棄物焼却炉の熱も入れれる、あ地熱も入れれる、あ熱だったらお湯として溜めてられるなっていうので、ここ蓄熱設備とかできて、それがこれはタンクなんですけれども、例えばタンクだけじゃなくて、あこの夏から冬に蓄熱するのは土を使えるんじゃないかとか、あとまあ、日本ほどではないですけれども、日照時間はないですけれども、これは太陽熱、なんていうんですか、太陽熱、太陽熱温水器。温水器ですね。で、それを熱交換器を使って、まあ、この熱網に入れていくということで、その熱のインフラがあるだけで、いろいろこうクリエイティブな考えができてくるんではないかなと思います。で、これも、もちろん熱のインフラ、デンマークでできたのも、まあ、法律が制定されてから1979年でしたので、まあ、30年、40年、昨日今日でこうなったわけじゃないんですけれども、でも熱インフラができたから、いろいろこういうことが考えられたっていうのは、デンマークからの経験としてお伝えできることだなと思います。で、ちょっとこれは余談なんですけれども、これは熱の、まあ、熱と、まあ、若干電力の話なんですが、これは、カルンボシンビオシスという工業団地なんですね。で、工業団地なんですけど、ここにエネルギー関連の企業があって、ここノボザイムって言って、酵素とか作っているバイオ関係の企業ですね。で、ここ見ていただくと、例えば農家とかも入っていたり、あとここはフォーク、ビッグファームですねとか、いろいろ入っていて、でもちろんこの赤いところはヒートとかスティームとかあるんですけども、で青の線が、水とかあるんですが、それだけじゃなくて、例えばこれはわらですね、麦わらをここの企業のインプットとして与えたらリグニンが出てきたりとか、バイオエタノールが出てきて、それがここの、製油所っていうんですか、スタッドオイルのリファイナリーで、まあ、肥料になって、その肥料をまた肥料の関連する企業が使うというような、まあ、これは熱だけだったんですが、すみません、あれ？熱だけだったんですけど、もう一つのクリエイティビティを働かせると、こう熱、水とかそういうものだけじゃなくて、いろいろこう共有していく、それがその工業団地の中だけじゃなくて、いろいろ周りの社会も含めて共有していくことができるっていうのが、これのちょっとお見せしたかったところですね。だからその熱供給網ができて、さあどういう熱を入れていこうって、どん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 効率を上げていこうってなって、その次に、なら熱以外にどういうふうにこう企業活動を行うにあたって、で企業っていうのがその産業界だけではなくて、農家とかも含めた大きな社会のシステムの中でどういうふうに回していくか、ここの中は入ったことないんですけど、周り確か通ったんですよね、セドグリーンに、すごいこんな大きなパイプが周りにいっぱい巡らされていて、こういろんなものがその中を通っていたんじゃないのかなと想像しています。で、ちょっと今政策のお話させていただきましたが、なぜ皆さんが関わっていらっしゃるその環境とかエネルギーの事業に関して政策っていうのは重要なのかっていうのは、やはり政府が長期的なビジョンを示して、でそれを支える政策を継続的に打ち出していく、そういうすることによって産業界も長期的な視野で戦略を立てたり、事業や研究開発に投資することができるんですね。なので幸いそのデンマークは今まで長い経験があって、いろんな技術を
を発展ができたんですけれども、私は今後とも今後もどんどん発展していって戦略者として進んでいくと思っております。で、これが最後のスライドなんですけれども、そういうデンマークの技術を、世界の皆さんとシェアするために、ステート・オブ・グリーンという組織が立ち上げられまして、でこれは官民のコンソーシアムなんですけれども、ここでその、まあ、例えばソリューションズとか言ってこう自分でこうデンマークがどういう技術を提供しているか、あと社会システム的にどういうシステムがあるかというのを、見ることができます。もしあれでしたら見ていただければと。すみません、私岐阜県の高山市から今日参加させていただいております、環境政策部長の北村と申します。お手元のこの資料の一番後ろの10ページのところに市の概要というのを載せておりますけれども、岐阜県の北部に位置しておりまして、飛騨高山という名前で観光でご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、観光に合わせて環境でも、全国にちょっと調整をしたいというようなことを考えております。で、市として、新エネルギービジョンといったものを作り、自然エネルギーの利用日本一というようなものを目指したいというふうに思っているところです。でご案内の通り、高山市の面積というのが東京都にほぼ匹敵する日本一広い面積を持つ市でございまして、そのうちの 92% が森林という、言ってみれば市町村で自治体としては日本一森林資源があるのではないかというふうに思っております。で、そのためにそのバイオマスをなんとか活用をして、持続可能な地域というようなものを目指したいということで、飯田さんにお願いをしまして、今いろいろとご指導をいただいているところです。で、市としても今ちょうどやっとその民間の人たちによる自然エネルギーの供給、熱供給会社というか 熱から始めて、いろんなところに広げていきたいというようなところを立ち上げていただけるというようなところまで来ております。で、あとはその事務を誰がやるのかとか資金をどうするのかとか非常に難しい面がこれから壁に当たるところなんだろうというふうに思ってますけれども、いろんな皆様方のお知恵やお力をお借りして何とか追いつけるように頑張っていきたいというふうに思っております。このデンマークのプログラムにつきましても私としては非常に興味があるところで、ぜひ何とかしたいなというふうに思いますが、あとは実務的についていけるのかどうかというところがあるので、大至急検討するのを進めていきたいというふうに思っております。今日は本当にありがとうございました。言い忘れましたけど、参加は無料ですので、デンマーク政府が向こうの活動費を全部お金を若干我々が動く気を出していただけるので参加は、はい、じゃあ資料を配って最上山田さん、皆さんこんにちは、手短にいます。今日は山形東北の山形から来ました。新幹線で3時間ほど短いですので、皆さんはぜひお待ちしております。山形特徴としては、自然資源というのは豊富にありまして、各市町村に一つ温泉が必ずあるというような場所です。火山地帯も近いのでそういった熱というのもありますし、やはり一番のメインは、山々から来る、森林バイオマス、および小水力というのが豊富に、見込める場所でございます。でこちらお手元にある、写真、白黒で申し訳ないですけど、そういった写真からも、山々に囲まれながらこの際はもう都市と山もう本当に分断されているというのが、実情です。先ほど、会津電力の山本さんからも話し合った通り山が腐ってきていると
というような表現、まあ、まさにその通りでございまして、やはり資源として活用されていないがために、眠ったままでそれが、価値が落ちていく、まあ、そういった中で最上はバイオマスしかなかった。でこれが、実を結んでですね、バイオマスの熱量ここ10年で、バイオマスのボイラー13台入ってます。10年かかりました。で残念ながらこれは、公共事業、です。公共事業で補助金がたっぷり入ってます。でそれで10年かかってやっと土台ができ、今後は民間の活用が、望まれてます。それも経済的に環境的に、手できるような仕組み。それを最上は目指し、それを地場産業としていきたい。で我々、それページめくっていただきまして、会社の説明、まあ、宣伝になりますが、やはり、まあ、地元の、建設業者、あとは金融機関、あとはあの大学、そういったですね、人たちが、まあ、役員となってですね、会社を立ち上げて、去年、そういった会社を立ち上げました。それこそ環境エネルギー事務所を目指しておる中で、やはりですね、なかなかやっぱり事業映えます、時間かかります。そういったものをうまくですねコーディネートしたり、進めていくとには、やはりそういった、自治体の支援とか行政の支援というのがまだまだ必要であるなと。やはり、まあ進めていくのは人ですので、まあ、それらの人がやはり毎年毎年、来年の食いぶちを探しながらですね生きているというのが実情です。まあ、そういった中でやっぱり仕事はちゃんと作り上げていかないといけないというのがあります。まあ、そういった中で、我々山形、本当にそういった地域の特性を生かしながら、進めていくというのがありますので、今後とも、まあ、こういった技術移転、興味あります。ただし、まあ、最適な規模や本当にこの地域に目指すものなのかというのはやっぱり検討していかなきゃいけない。言葉言うとやっぱり小規模なものが欲しいです。技術として300、500キロワット以下とか、要は経済的なですね、ペイできるのはやっぱその規模で、最後に最上、大阪や神奈川県と同じような大きさがある中で人口8万人です。その中で産業を生み出すというのはものすごく大変になります。で電気130億東部電力さんに払ってます。灯油油、150億払ってます。それをバイオマスに転換したい。で今は試算したら大体1億円ぐらいバイオマスの燃料の流通が 0.5% ぐらいですかね。まあそういったような実情をこれからやっぱり増やしていきたいと考えております。以上です。ありがとうございます。はい、下川町の高橋でございます。藤井さんの声かけていただきます。ありがとうございます。すみません、ちょっと資料ですね、何もちょっと入手しなくて、口頭でお話しさせていただきますけれども、うちの面積がですね、町の面積が大体東京23区と同じぐらいの面積です。でそのうちの 90% がですね森林でございます。でうちが一番初めバイオマスを取り組むきっかけになったのは、決して燃やすためにですねやるってことで、エネルギーを入れるために、燃やすためにですね木を植えているわけではなくて、木材のですね新たな利用というところからですねバイオマスエネルギー、平成16年度から取り組みさせていただいております。その次はですね環境省さんの事業でご支援いただきまして、モデル的にさせていただきまして、今現在ですね、公共施設の熱使用のうちの 60% が木質バイオマスで賄っています。で、非常に、先ほどのお話、非常に興味がありまして、うちはその熱供給事業法にはかからない範囲で、役場を中心としてですね、数施設、3、4、4つぐらいの施設ですね、今、町営住宅にもですね、熱を供給するような、事業をやってますけども、もう一つ、そういう取り組みをしていく中でですね、うちは大きな目標がありまして、エネルギーを自給するんだというような目標を掲げています。で、昨年度、バイオマスの発電ですね、発電の方を調査しました。で基本的には今、5000キロじゃないとですね、採算性が合わないと。かつ、今のプラントだと熱が使えないんですね。ということで、
いろんなところにちょっと動きながらですね、うちは今現在、小規模な地元でですね、集まるぐらいの燃料、原料でですね、での CHP プラントを進めていこうというように、進めております。ですので、非常に興味がありまして、ぜひとも勉強させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。新潟市の中、大事ですか？そうですね。一言で言うと、新潟市、本来であれば環境政策課の役員でちょっとお話しいただいて、ちょっと時間が対応中でちょっと長くて、東京事務所の社長と申します。簡単に新潟市の取り組みなんですが、23年度に環境モデル都市に選定していただいて、であと自然エネルギー関係で言えばスマートエネルギー推進計画を作りながら、で今のところやっと風力の、調査が終わって、これから作ろうか、風車を作ろうというところが進みつつ、あと排気物バイオマス関係でいけば、下水道の、処理施設ですね、消化ガス発電の処理水道の中で、皆さん、先進地に比べれば、これからといったところが非常に大きいと思います。せっかくなので、こういった機会を皆さん、そして勉強させていただいて、皆さんの思いを追い越せ、しなるように、やっていただきたい。ちょっと新潟市様のバイオマスタウンですね、指名されて、産業としたバイオマス産業としてです、ね、そうですか。そして一昨日なんか市長に会った時の話で、私やりましょうと言って盛り上がった時に、オランテ新潟市民発電というのが今立ち上がって盛り上がって、今皆さんご当地の人も一回新潟に行ってすごく楽しみですので、ぜひいろいろ一緒に、とそうこうしているうちに時間があまりほとんどなかったんですけど、自由な意見交換を限られた時間で農林産省の土橋でございます。地域の資源を地域の人がまず使ってそのメリットを感じてもらうっていう、こういうふうなシステムを作るってことは非常に重要なんだろうなと思ってまして、何もエネルギーに限らずですね、というふうな考え、これは非常に重要なことなんだろうな。で、再生可能エネルギーに言いますと、まさしく今私が申し上げたサイクルっていうのが成り立つというふうなことを考えるということで、我々今その法律をですね、作らさせていただいて、でぜひその地域のものをみんなで考えて、みんなで使う、そして余ったエネルギーは売っていきましょうというところに持っていけないかという枠組みですね、フレームワークというものを示しているところでございます。この中でやっぱり地域のアイデアをどういうふうにそのみんなで合意していくかというこのプロセスは、この法律では皆さんに委ねているというのが正直な建前でございまして、そうなると今日お話しした例えば技術移転プログラム、こういった話であるとか、あるいはどうやって民間 の、その力で合意を得ていくかという、こういったその何て言うんでしょうね、気づきをしっかりと固めていくというこのプロセスというのは非常に我々もですね、学ばないといけないし、皆さんの力に非常に期待をするという、それでどんどんその第一グループとして走っていただきたいなと思っております。で我々ができることは、第一グループで走っているというその状況を第二グループや第三グループの人たちに情報をその提供するんですね、というところも我々行政の役割かなというふうには思ってますので、今日こういったのがこういった活動が動いているというのは非常に我々としてはもっともっとこう期待をさせていただきたいな。それと一つ、その木質バイオマスでその採算に合う規模っていうのは、今フィット制度っていうのを前提とすれば、ある規模以上でないとなかなか回っていかないっていうのが正直なところでございます。そこでもう少し小さな規模でも十分その採算が合うっていう、こういった見直しは必要ではないかということは、環境関係省、すなわち経済産業省というところに我々はアイデアを出しているところでございます。
結果的にはどういった規模になるかというのは審議会という場で議論をされるということですが、こういったこともその我々として、まあ、農林産省としてもですね、取り組んでいくということができる範囲かなというふうに思っているところでございます。まあ、ちょっと農林産省、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。山本さん、はい、せっかくデンマーク政府のですね、このご支援といいますか、ご協力でここまでやれるので、もっとスピードアップしていきたいなというのがあるんですけど、その人を育てたり、いろいろシステムを作っていく、その以前のですね、それはそれとして、私はどうも、現場って私は、事業家なんですけど、もうデンマークのシステムをパッケージでそっくりまずは持ってきて、回しちゃったもないじゃないかと思って、それをみんなの目で見て、もう物まねから始まってたんですよ。そうであれば、システムと、それから機械とボイラーやスモーター、これ SQ 機をつきます、配管とかですね、多分あれをやるとき、日本もいろいろなところがこう、その土地の問題とか、いろんな問題が出てくると思うんですね。そしてそのどこまでやるか、半径から見て、どこまでやるか、村全体がやるのかみたいなところ、その辺も含めて早く実験したいなっていうかね、もうあるんだから持ってきて、そこから今度は日本型に変えていかなきゃ、日本の方向から地域の方向にぐるっとぶつかっていくので、それを早めにやりたい。山本さんのところを個別プロジェクトで走らせても多分このくらいの中心になると思います大丈夫だと思います、はい、時間がもうそろそろ次この後、交流会の結果ですので、用意したいですが、まあ、こんな形で、今後具体的にまあ興味があるってことで乗っていただくところもあるし、今のやる方でも言ったように、もうリアルケースでやっていこうという、この最初のファーストフェーズという部分でもいいと思いますし、あ、中山さんどうですか、はい、最後に宣伝ではないんですけど、はい、このプログラムに参加していただくというのは、実はエネルギーの次もありまして、それは高齢者対応なんですね。で今、デンマークに10社以上の日本のロボット企業が集結しています。福祉ロボットを作るためですので、このプログラムに乗っていただいてエネルギーの技術にしていただいている間に我々それは支援をしますので、それこれが終わると今度はデンマークと日本と連携した地方と皆さんのところに行くみたいに逆輸入をしてエネルギーで自立できるだけではなくて、高齢化対応もしてしまう。でさらにそれをナタリスさんに産業を使って若者を引き付けて、新しい発展するモデルを作るかもしれません。エネルギーの次もありますので、ね、ぜひありがとうございます。でそれに、まあ、あと食と、あと山本のお酒ですから、そのお酒を含めた食もあれば、人材育成の、いわば教育も含めたそういったところも視野に入れます。で実際にラーニングバイドゥーイングというか、こう単に何かどっかの企業とパテントが何かやって設計図を持ってくるという話より、こう共同で一緒に作業することで、その先ほど今日何度も出てくるキーワードですね、そのクリエイティビティとかですね、イノベーションとか、フレキシブルにいろいろ物事を進めていくということをすごく肌合いを持って感じているんじゃないかと思います。そのことがすごく新しいその地域社会を作っていく、なんかこうカルチャーというか空気というかですね、そういうものを作っていける、まあ、そういう可能性があるんじゃないかというふうに、ぜひなんかいい形で共同に一緒にこれから進めていくことができるというふうに思います。で具体的なものはまた今後いろいろ個別にご案内させていただきますので、今日のワークショップは以上になりまして、ダンスアップワークをしたいと思います。どうもありがとうございました。